さあやはり、ね、中学生ともなれば色を描く年かなと思いますよね。<laughs> こう何を描いてんだっていうね、はい、まあねあんまり真面目に語りすぎましてもですね、まあ、ちょっとユーモアかなと思いますしで、まあ、設定編ということで、まあ、ちょっと物語は舞台は14歳になってますというところなんですがもうちょっとシェアしたいかなと思いましてですね、うんまあ、ちょっと書き加えたものがこちらになりますね。はい、学校ものつまり ここですね学校ネタですよね学校ネタとして考えてみたときに、やはり、ちえちゃん、ねあまあ、ひらめちゃんちえちゃんですよね、おはよう、みたいなところから、まさるくんに冷やかされたりとかいうところは、もう小学校5年生、6年生で止まってんじゃないかなと思うんですよね。そういうやりとりは原作でもアニメでも多かったので。ってなったら、ここにももうちょっと幅がいるなと思って、 まあちょっと見たことないと思いますけどね。女友達たちですよね。 うん。いいヒロインには、もう少なくともですね、いいモブがいるんですね。これはも、う間違いなくそうですね。えー、スラムダンクの赤木春子にも友達もいますし、ユうスケのヒロイン、けいこにも二人友達がいましたね。まあ、と、まあ、ちょっと例えさせていただければそういうことです。で、まあ、うるせえやつらアニメリメイクということもありますんでね、ちえちゃん、新鋭隊みたいなね、これは雑誌はですね、こんなんやつは、興味いるわけないんですけどね。まあ、時代背景、原作の時代背景を鑑みて。うん。まあ、学校を飛び出してから、 の舞台ですよ。原作はあくまでもね。うん。学校というものが物語が始まるフりになっちゃってて、学校から帰ってホルモン焼き屋で、そういうおじさんとか、ね。うん、そういう人たちの冗談に振り回されるちえちゃんっていうところで、鉄に振り回されたりとかね、物語が始まっていたんですけど、じゃりんこちえ中学生というのは、こういう同級生たちね。まあこれがね、誰の子かピンとくる人はもうかなりの猛者ですけどね。こういうところで、物語。 学校の中の物語ですよね。それはやっぱりあんまり、じゃりんご知恵ではなかったのかなと思って書いてみたいなとなったらね、高しの伸びしろって話に繋がってきます。キャラクターデザインもね、なんかもうちびまる子ちゃんでもあんなキャラいましたけどね、あんな毛量の少ないっていうのがなんかちょっと違和感ですね。まあこれぐらいに変化していいでしょうね。やっぱそれは、うん、と思いますね。そうなってきたらやっぱりね、モテるんじゃないかなとか思ったりとかするわけですよね。で、まさるくんとコケザル、あ、じゃあじゃあ、まさるくんと高志の関係っていうのも、 ちょっと描いていけたらなと思ってますし、そうですね。シフトできんと嫌われますよっていうところ。ね、まさるくん。やっぱちょっと小学校5年生みたいにちえちゃんを冷やかしていると、こういうことも言われる可能性大だぞと。 でも、たかしくんっていうのは僕伸びしろ感じる。それは原作でも読んでたんですけど、まさるくんの金魚のふんでは僕は嫌だっていうセリフがあったんですね。そのセリフを聞いてこの子は伸びるなと思いました。そのそもそもポテンシャルは高いし、つるむ人間によってなんかもっといい部分が出るのかなと思ったので、結構人気者になりそうだなって気持ちもございました。で、ち、ま、え、あ、ちゃんですよね。そもそもが。僕ね、思ったんですけどね、 制服とかね、スカート。もうちょっと禁断の果実に触れすぎたなっていうかさ、学園物っていうってなると、スカートの表現全然できてないですね。 はい。描いたことないですわ。それはやっぱりね、2年くらい前からね、僕の動画見てくれてる人ならわかると思うんですけどね。なんかね、学生のスカートのひらひら、難しいですね。まあ、普通の差は一回も描いたことないんで、そこはもうしょうがないでしょうね。うん。まあ、描いていくうちにだから、上手くなっていくんかなと思っているんですけどね。こういうふうに逃げたりもするかもしれませんが。<laughs> まあ、これは逃げでしょうね。まあ、学生服ね、あのひらひら感がなんかちょっと描いてて気恥ずかしいなっていう部分はあるんですけどね。うん。まあ、でもやっぱりこういうふうに動かしていかないと。 キャラに厚みですよね。おろ、面白みっていうか、スタイルも一定ではないですよって。このぽっちり取ったって、ちえちゃんはちえちゃんだなぐらいに認識してほしい。人物としての変化っていうんであれば、服装だって変わるし。まあね、まあ、まあ原作コミックスでもね、服装を、同じ服を何着も持ってるんや、うちはみたいなシーンもあったけど、それは作者の逃げじゃないのかななんて。<laughs> ごめんなさい、すいません。だからね、服装も変えていきたいなとも思いますしね。そういうふうにキャラの厚みをしていきたいと思います。そして、 教師ですよね。あ、そうそう。教師もこんな感じで考えてたりとか。まあだからね、オリジナルキャラクターっていうか、ダンディの、もうそも,そもそもそのオリジナルキャラクター出してもいいのかなっていう気持ちもあったんですよ。僕のオリジナルキャラクターなんか出していいのかなと思ったんですけど、まあ、某動画でね、某ジャニんぐち動画で、まあちょっとマサオ、まさおくん。 を動かした時に、まあ、正男君っていうのは実際いるんですけどね、原作でも。で実際いるんですけど、赤ちゃんでしたから、キャラクターとしてはこの,子この子ですね、動いていなかった。でもまあ もう、まさおくんっていう名を借りた、そもそもオリジナルキャラクターなんですよ、僕の。<laughs> こういうふうに成長しただろうなっていうことですから。でも、それをある程度受け入れてくれるんであれば、オリジナルキャラクターを出しても、オリジナルキャラクターと、まあ、猫が好きとかね。うん、小学校の他人とは全てが逆のキャラクター設定にしたりとか。で、猫が好きということで、小鉄と絡ませて、なんかこう、可愛いところを見せれるのかなとか、既存の,既存のキャラクターと絡ませていくことによって、より、 チエちゃんの物語の幅に繋げていければな、ということも考えてますし、ちょっとご報告というところと、最後に、バレンタインとクリスマス。これはジャリンコチエっぽくないですね。うん、クリスマスの話はね、長かったかなと思うんですけども。バレンタインっていうのはね、時代背景的にどうなのかなと思うので、ちょっとね、調べてみようかなと思います。で、ダンディがちょっと考えている表紙をちょっと一つ二つ見せて、今回は設定編ということで終わりにしたいかなと思います。はい。 知恵とこけざるバレンタイン物語、ユフ、これしかないでしょうね。気持ちを送るのが女の子で日であるならば、男はありがとうを考え出す日、ホワイトデーまでどういうありがとうを返そうかというね、そういう性別ではなく人間の絆の話にできるんであれば、ジャリンコ知恵の人情で書けるかなと思いますね。竹本先輩って言ってますけどね。 どういう話にしよっか。はい。これも全く、ージャニゴ知恵の中ではない設定だと思うんで、僕は知らないんで。まあ、戦期とかにはもしかしたらあるのかもわかりませんけども、まあ、ちょっとダンディーなりにエールを送ろうということでね。うん。やっぱりね、明確にね、知恵ちゃんが好きなんだよっていうところもね、描いてあげたいなっていうところもございます。そして、じゃあ、メリークリスマスということなんでございますが、はい。クリスマスのお話、これは、 知恵と勝る物語にしようかなとダンディ思います。ワイワイと。どこでこういうね、えー、イフストーリーがどういう風に始まっていくか。ここで始まっていきますからね。はい。まあ、ちょっと見ていただける、見てやろうと思う方はですね、楽しみのシェアしょ、想像のシェアをね、使用していければなと思います。はい。ということでね、やっぱりこの子もね、うん、いつまでもね、バカにする表現ばっかりじゃダメですよ。ね、ちゃんと知恵ちゃんが好きなんだ自分はってこと気づいていただいてね、中学生にシフトしていければなと思っておりますし、まあ ちょっとこういういあんまりね千恵ちゃん「んージャンリンコチ恵」原作とかアニメにはないストーリーでね、まあ、中学 空性生,生活、花を添えていければな、描けていければなって考えておる次第でございました。それではまた、えー、設定編ということで、こういうことを考えてますよぐらいのことでございましたが、えー、ジャニコチエ動画をご視聴いただいて、いつもいただいている方、ありがとうございます。ちょっとね、この二人の恋の進展というのもね、描ければなと、認めていていただければ、まあ、描いていきたいなと、新たなジャニこチエちゃんの可能性。それでは、描いていきましょう、ともに。